一人で楽しい。あ、わ、割とね。こういうのが趣味なんだ。ふーん、女子高生を眺める趣味。予備軍。通報するのやめて。あと友達のいつきちゃんにも言うなよ。わかった。でもあの子は友達じゃない。焼肉定食焼肉抜き。ダイエット中。え、いや、なんで同級生のあなたなの。この町にはまともな家庭が。わかった、さっきも聞いたそれ。まったく。風太郎だっけ、聞きたいことがあるの。私の体操服がなくなったの。赤のジャージ。そうか、見てないな。さっきまであったの。風太郎が来る前はね。と、出ない。よく見ろ、俺は手ぶらだ。害はない。油断させて勉強を教えてくるかも。勉強は一人でもできる。よう、ミク。今昼ご飯か。抹茶。逆に味が気になるな。意地悪する風太郎には飲ませてあげない。好きな男子とかできた。いないよ。手紙見てくれたんだ。食堂で言えたらよかったんだけど、誰にも聞かれたくなかったから。ずっと言いたかったの。スエ・ハルカタ。ちょっと待った、何のこと。ひねった告白とかじゃないよな。それを今、なぜこのタイミング。誰にも言わないで。次の家庭教師の内容は日本史を中心にしよう。ミク、受けてくれるか。そこまで言うならいいよ。飲んでみて。気になるって言ってたじゃん。大丈夫だって。その風邪の意味することとは、正解は早きこと風邪のごとく。わお、上杉さん。四つ葉。ちゃんと前向いてなきゃダメですよ。肉が通らなかったか。トリッキーな技使いやがって。この前は騙して悪かった。熱い。え、すまん。これ好きなんだろ。私が武将好きって四つ葉に話したの。え、五人の中で私が一番落ちこぼれだから。あいつらの中じゃお前は優秀だ。風太郎は優しいね。お前たちには五人揃って笑顔で卒業してもらう。勝手だね。でも無理だよ。そしてミク、お前も。全員が100点の潜在能力を持っていると俺は信じている。一人で何やってるの。ミク、今時オートロックも知らないんだ。ここで私たちの部屋番入れてくれたら繋がるから。おお。まあ知ってたけどな。何してるの。え、ああ家庭教師するんでしょ。よし、お前ら集まれ、授業を始めるぞ。風太郎、現実を見て。もうみんないない。どこからやるの。じゃあ鎌倉時代から始めてみるか。あんたらいつからそんなに仲良くなったわけ。ニノは面食いだから。お前も地味にひどいな。お前ら姉妹なんだから仲良くしろよ。
外見とか中身とかそんなの今はいいだろ。そうだね、もう邪魔しないで。そんなのやるわけないよな。風太郎、すぐに終わらせるから座って待ってて。お前が座って。やっぱいい、自分で食べる。せっかく作ったんだから食べてもらいなよ。いただきます。うん、どっちも普通にうまいな。え？本当だ。うん、どっちもうまいぞ。はあ、そんなわけ。まんまとニノの策にはまっちまったわけだ。今回は出直すとするわ。ごめん。誠実に向き合えば分かってくれるよ。誠実にってどうすりゃいいんだよ。私に言われても分かんない。それを考えるのが風太郎の仕事でしょ。意義あり。風太郎は悪人顔してるけど、これは無罪。いや、悪人顔って。私がインターホンで通した。録音もある。これは不慮の事故。ミク、忘れ物を取りに来たでしょ。裁判長、ミクは被告への個人的感情でかばってます。違う。ミク、信じてくれると信じてたぜ。それ以上近づかないで。あれ、風太郎、それ本当？そうだが、それは。やっぱ有罪、切腹。ミクさん、あいつ出て行ったぞ、いいのか？ほっとけばいいよ。ミク、風太郎もいたんだ、ちょうどよかった。明日だって。さあ帰るわよミク。でもまだ話が。いいから。ねえよ。あ、すまん。いいん？どこか行くのか？ニノがお店の屋上を借り切ってるから。借り切るだと？ブルジョアか。花火はお母さんとの思い出なんだ。お母さんが花火が好きだったから毎年揃って見に行ってた。お母さんがいなくなってからも毎年揃って。私たちにとって花火ってそういうもの。風太郎。ミク、よかった、よく俺を見つけられたな。うん、目立ってたから。背中に乗ってくれ。ミク、そこからイチカは見えるか？イチカ見えないけど、まさかこのまま追いかけるつもりじゃ。重いし追いかけるのは無理だ。これで少しはマシになっただろう。どう思う？あれ、なんか怒ってる。このままじゃ5人集まる前に花火が終わっちまうぞ。勉強関係ないのに協力的、風太郎のくせに。歩けるか？これは。そんなんじゃなくて、私たちは友人。ただの知り合いですよ。それより同級生でいいのか？ブー太郎。なんだ。なんでもない。風太郎、あれ。ここで待ってろ、俺が連れてくる。
君はこの子の何なんだ。俺はこいつの、こいつらのパートナーだ。返してもらいたい。もう何をわけのわからないことを。よく見てくれ、こいつはイチカじゃない。はい。もう遠くありません。私はこっちでいいよ。それは譲れないんでしょ。パートナーだ。派手にやられたね。大丈夫。ああ、それより休憩終わり。さあ勉強の続きを始めるぞ。今日はたくさん勉強したし、もう頭がパンクしそうです。無理は良くない。それはそうだが。風太郎、なんかいつもより焦ってる。私たちそんなに危ない。いや、その、どこだよ。はい、詰めて詰めて。お前。あ、ミクもわからないところがあるって。いつか教えてほしいこと。好きな女子のタイプは。え？それ今関係ある？そんなに知りたければ教えてやる。俺の好きな女の子の要素トップ3。ただしノートを1ページ埋めるごとに発表します。はい、できた。第2位はじゃらららら、じゃん、料理上手、じゃん。お兄ちゃん思いだ。あ、おい、ライハちゃんだったなんて頑張ったのにずるいです。真逆。お、すごい。ミクもう課題終わらせてる。風太郎くん、頑張った人は褒めてあげないと。はい、頑張りました。よしよし。どう、ドキドキしない？別に。じゃあ私のベッドを使っていいから。これがベッドってやつか。やるな。で寝てるこれ誰だ。昨日俺はミクの部屋で寝て、そうだ、このパジャマを着てたのはミク。ミク。ふーたろ、そのもしかして昨日の夜。夜といえば昨日の夜はよく眠れたか。俺はどうもベッドに慣れなくてリビングの床で寝てたから。そうだよね。よかった。お前ら車で通学してたんじゃん。江端さんはお父さんの秘書だから。ありがとう。偉いけど今じゃない。風太郎、早く行け。俺がいなくても大丈夫だ。努力した自分の力を信じろ。中間試験の報告、間違えたところまた教えてね。ああ、ともかくまずは答案用紙を見せてくれ。社会は68点、その他はギリギリ赤点。悔しい。それに最初の5人で100点に比べたら。ああ、確実に成長してる。ミク、今回の難易度で68点は大したもんだ。偏りはあるかな。今後は姉妹に教えられる箇所は自信を持って教えてやってくれ。え、風太郎、もう来ないってどういうこと？私、じゃあ食べるよ。おはぎ作ったのか。いただき。あ、うん、
コロッケか、普通にうまい。そしたら試験の復習を。待って、完璧に美味しくなるまで作るから食べて。とびきり怖がらせてこの恨みを晴らしてやる。忘れられない夜にしてやるぜ。ノリノリだね。いやー、やっぱ家庭教師としては5人の目安を知っておかないとな。協力してあげる。わーい、やったぜ。サンキュー、俺のアドレス入れといた。うん。待てよ、ツバ。ミク？なんで好きな人と付き合うんだろう。イチカ、こんなところにいたのか。お前の姉妹が呼んでたぞ。早く行ってやれ。風太郎。出てけ。私この人と踊る約束してるから。え？あ、風太郎は、風太郎はかっこいいよ。付き合ってるんですか？ラブラブだよね。仲良く一緒に帰ろっか。ああ、もうそれでいいよ。あのな、恋人だからってそうとは限らないだろ。イチカ。これはまた手をつなぎたかったとかじゃなくて、そのとにかく初めてじゃないから。俺が今絶賛困ってる最中なんだが。何言ってるの。さあ行くよ、風太郎。そんなにくっつかなくても。今はイチカだもん、これくらいするよ。私は大丈夫。いや、しかしいいのかよ、勝手に断っちゃって。いつか仕事優先って言ってたし。にしてもキャンプファイヤーどうすんだよ。風太郎には和のテイストを。和そのものですけど。お前ら。風太郎、やろうぜ。何を。トランプ持ってきた。やろうぜ。ニノ、一緒に入るのが嫌だなんて心外だぜ。あ、俺とお前はすでに経験済みだろ。ニノ、違う。やってやる。食べちゃうぞ。ふーたろ、四つ葉もいるじゃん。なんだ、ネタがバレてるお前らかよ。脅かして損したぜ。それよりもこの先崖で危ないから、看板通りに。ミク、聞いてるか。何。だからこの先は崖で危ない、看板通りに進めよ。分かってる。いつか行こう。うん。なんだ、やけにそっけないの。いちか、ミク、ちょうどよかった。まあお前が残ってくれてよかった。ニノ知らない。知らない。え？二人してこんなところで何をしてたんですか。ニクか、顔だけだと本当にわからないな。平気か、ミク。ミク、一緒に。って、おい、待ってくれ、ミク。ミク。危ない、捕まるところだった。風太郎。狭いからあんまり動いちゃダメ。ああ、悪い。じゃあ、俺は出るから。出るのもダメ。おい。痛い。何やってんだよ。風太郎の手は2本ある。両手に花で行こう。ダメ、病人はベッド。うわ、イチカか。
やっぱり悪化したか。お互いついてないな。あれ、風太郎くんに体調悪いって言ったっけ。いや、さっきお前が。スピーカー。まあいいや。ここに月がいないとは。失礼。そもそもスキーを始めてから一回も見てないな。携帯も繋がらないし。風太郎、汗すごいけど大丈夫？休んだ方がいい。さあ、風太郎も一花もコテージに戻るよ。風太郎、もう休んだ方がいいよ。俺に心当たりがある。風太郎、私だけ特別なんて平等じゃないと思ってたから。この感情に嘘はつけない。だけど、それは今じゃない。私たち5人がついてるよ。復活した。うるせえ！寝られないだろ！さっさと出て行け！フータの目指すぎよ。お前ら。おはようございます。お。体はもう大丈夫？ああ、入院して休んだ分取り戻さないとな。風太郎、また勉強たくさん教えてね。